で来てもらえませんでしょうか。キャプテン、助けてください。どうしても分かってもらえなくて、私の代わりに説明してほしいんです。はい、私行きつけの献血センターに行ったんですが、来すぎだって断られちゃって、仕方がないので隣町の献血ルームに行ってみたんですが、そこでもダメで。献血には年間にできる回数の上限があるらしいんです。それで病院ならもしかしたらって思って、まずは採血検査してもらったら、貧血気味だからしばらく献血しちゃダメだって言われちゃいました。はう、献血は私の大切なライフワークなのに。はう、貧血なんてみゆきにはいつものコンディションなんですよ。それなら血ならたくさんあるって証明すればいいんですよね。看護師さん、見てください、みゆきは吐血するほど元気ですよ。そこまで心配はないらしいです。念のために検査入院みたいです。キャプテン、ごめんなさい。でも早く献血したいです。知りたいですか？小さい頃の話ですが、昔道路で遊んでいて車にひかれそうになったことがあるんです。死ぬのかなって思った瞬間、何かが私にぶつかって道路から弾き飛ばされたんです。ぶつかってきたのは千穂ちゃんでした。私をかばった千穂ちゃんが代わりに大怪我を。千穂ちゃんの手術の時、私の血を使ってくださいってお願いしたんですけど、血液型が違うって。千穂ちゃんは血液センターの輸血で一命を取り留めました。結局みゆきは命を救ってくれた千穂ちゃんのために何もできなくて。ですから私その時決めたんです。その時、千穂ちゃんの命を救ってくれた誰かにお礼をするために献血をしようって。千穂ちゃんが元気でいてくれる限り、私はお礼をし続けるんですよ。キャプテン、ずるいです。じゃあみゆきも針刺すだけでいいので。私の献血はお礼と趣味を兼ねてるんです。